こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマキューティーパイ第2話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。キューティーパイの第2回目ですけれども、今回はもうリアンさんがかっこよすぎて、もういやちょっとそんな壁ドンとか聞いてないなみたいな感じですね。前回ね、ドラマの第1回目なのに、そのこのヒアリアンはですね、自分の婚約者であるゴアにお前のことを愛していないとか抜かしたわけですよ。もう本当に最低だなと思って、本当こんなやつ許さんと思ってたんですけど、今回のリアンさんめっちゃかっこいいと思って、もう本当すいません、ちょろくてね。だってずるくないですか。リアン愛してないとか言ってたくせに、クアのことめっちゃ気にしてるじゃないですか。ほんと嘘つくなよお前と思って全くほんと何なんだろう、何なんだリアンっていうかね。このドラマ、クアとディアオのすごい可愛いチームと、あとリアンとイーのスパダリチームっていう風にこう分かれていてね、そのお互いがお互いに対して分かんないよねみたいなことを言ってるドラマですよね。そのなんかこうすれ違いっていうのがもうすごい面白いと思います。いやでもね、そのサブカップの方のそのヒアイーのその何ですか、束縛やばすぎないですか。だっていつも急に電話をかけてきて、でそのディアオが家に帰っていないとめっちゃ怒るじゃないですか怖いよ。いやわかるんですよ、その気持ちはね。だってコンディアオめっちゃ可愛い、だからそのすごい心配になっちゃいますよね。そう、もうできればいつも自分の目の届くところに置いておきたい。もう夜遊びなんてね、もってのほかですよ。もう夕方の5時ぐらいには家に帰ってきてほしいそう思ってるんだと思う。でもさ、もうね、大人だからディアオも一応それはちょっとねできないし、ある程度その自由にさせていただくって感じじゃないですか。でしかも自由にって言ったって大体コアと一緒にいるわけでしょ。全然いい子なんだからさ、もうちょっと信じてあげてほしいですよね。でその電話でね、今どこにいるのとか言われて焦って、その急いでね家に帰ったのに、そのただいまって言っても無言で出ていくっていうのね、ほんとやめてほしいですよね。ほんと怖いからなんかさ、こう言いたいことがあるなら言ってって感じ本当にね、ディアオくんすごいこう戸惑うというかね、なんでこんな感じなんだろうっていう、そうかわいそうですよね。何を考えているのかわからない、でも一応なんか恋人らしいみたいなここもなんかお互いに一応好きっていうのが分かってるから成り立ってるカップルですよね。しかもさ、その今回そのサブカップの最後のシーンではバーにいることを隠していたのがそのバレてしまって、でもちろんそれはそのディアオの親友のクアのために、まあそういうことになってたわけですけど、でもそれでなんか結局ディアオがあのイーさんにすごい怒られてしまって、でそれで泣いちゃったわけじゃないですか。いやもうほんと泣かせないでほしい、ディアオのこと。いや最低と思っていやほんとこのドラマあれじゃないですか、大人チームが最低でもうね、心配なら心配って言ってくれあの見た目はね、どっちもそのリアンさんもイーさんもスパダリ感がすごいのに、でももうなんだろう、中身はハイパー束縛口下手野郎じゃないですか、二人ともひどすぎる。いやー何なのまあ、あのリアンとクアの方はまあ置いておいて、そのイーさんとそのディアオはなんで付き合うことになったんですかね。あんなさ、もうすごいスパダリ感の漂っている大人な男と超可愛い感じの大学生とかさ、どうやって付き合うことになるんでしょうか。
そこのところね、もうちょっと詳しく知りたいんですけど、でもこのサブカップの話はね、どこまで詳しくやってくれるのかちょっとわかんないですよね。なんかこう聞くところによると、この二人はなんかその原作だと、そのなんだろう、同じシリーズの中のその別のお話、この二人のお話もちゃんとあるらしいじゃないですか。だからこのキューティーパイの中では、もしかしたらそのあんまりその二人の馴れ初めとかは出てこないのかもしれない。なんかそう思うとすごい逆に気になるって感じですよね。ちょっとこう掘り下げてほしい感じがします。あとすごく気になってるのは、このメインカップルとサブカップの他にもう一組ありますよね、カップル。まだその片方ずつチラチラって出てきてるだけなんですけど、なんかいますよね絶対。だからそっちのその3組目っていうのもすごい気になってますね。はい、まだ2話の段階だと全然カップルの話は出てこないけど、まあそれよりもね、とりあえずそのメインのね、クアとリアンさんですよ。お互いにあんなに好きなのにね、ほんとなんか大変な感じですね。っていうかね、クアはね、リアンさんのこと好きすぎですよね。今回明らかになった、あの部屋の一角を占めている雑コラ雑コラで作ったカップル写真がやばすぎてしかもその1枚とかじゃなくてめっちゃ大量にあるからね。完全になんか重めのファンですよね、リアンさんの。もうこっちはこっちで怖いんですよね、なんか思考がね。いや、わかる、これもわかるんですよ。だってリアンさんね、やっぱすっごいかっこいいから、で子供の頃からそばにいてすごい好きなわけでしょ。なんかまあ気持ちはわかるけどあの雑コラはな、ほんと面白いなと思って、違う意味でね怖いですよね、クア。まあそんな重めのファンが何かの間違いでこう婚約者になってしまってるわけですよ。確かにそんな状況だったら素の自分とかね出せないですよね。可愛くていい子のクアっていうのをその演じてしまいますよね。そうやって頑張っているのに、そのヒアリアンは愛してないとか言うしさ、もうほんとやってらんないですよクア、なんかもうどうしたらよかったんだって感じですよね。でもう愛してないとか言われてしまって、前回はそのもう婚約なんてやめるって言ったわけですけど、でこうもう勢いでね、今回はその今までいい子のふりをしてたけどもうやめるんだと、イメチェンするわけですよね今回。まあイメチェンというか、その、いいとこのお坊ちゃんのクアっていうそのイメージをもうやめて悪い子になる、まあ、悪い子というか、なんだろうな、こうドラマーであり歌手であり、そしてバイクにも乗っちゃう、そういうなんかちょっとロックなかっこいい自分っていうのをもう全面的に押し出していきたい、そういう所存みたいな感じですけど、まあ、そんなねちょっとご乱心のクアに、まあ、ディアオくんが付き合ってくれるという話でしたね。もう可愛いが渋滞してると思ったんですが、まあ、でもそのディアオはディアオでちゃんとその友達のクアを見て、そのお坊ちゃんのクアっていうのも実際そのクアの一部なんだから、完全にそれを捨ててしまうことはできないんじゃないのっていう風に、まあ、実はこうすごい鋭いところをついているわけです。まさにその実家にいる時のクアっていうのは、その自らね、そのなんか可愛い子ぶって甘えたりとかしていて、なんだ結局そのよく見られたい云々は置いておいても、そんな可愛いクアっていうのも実はその素なわけですよね。そっちも素。ただそのクアの自意識の中では多分なんかこういろいろもっと違う自分というのがいたりとか、そのなんだかんだ言ってその好きな人の前で無理している、頑張っている自分っていうのがバカバカしくなっちゃったりとか、まあそういうなんかいろんな気持ちが入り混じっているんでしょうね。あとそれともうなんか
とにかく反抗したい、反抗期が来てしまった気がしますね、クワは。うん、だからなんかこれまではその正体を隠してそのライブとかをやっていたんですけど、もうそんなん知らんと。もういいんだ、顔出しして本名も言ってやってやるわって言って、いつものバーにね、歌いに行くわけですよ。もうこれが本当の自分なんだと言わんばかりにね、突然そのステージで泣きながら失恋ソングを熱唱するという、なんかそれはもう素とかではないのではみたいな気もしますけど、っていうかね、ほんとね、このぬにゅくん歌うまっと思って、このキューティーパイの主題歌もぬにゅくんが歌ってますけど、あの可愛い曲のイメージとは違って、今回その劇中で歌ったバラードもねめっちゃいいですよね。なんかこうして聞いてみると、そのぬにゅくんは喋ってる時の声も結構素敵だなと思って、まあ、結構低めじゃないですか、イメージよりも、だからそのなんか可愛くなりすぎないところがなんか彼の魅力だなと思います。でちょっと前にそのぬにゅくんとそのディアオ役のナットくんが YouTube でね、そのブラックピンクのラブシックガールをアコースティックバージョンでカバーしてるのがあったんですよ。あれがねもうめっちゃいいなと思って、今改めて聞くと、あれもまあ失恋の曲というか、こう恋愛に病んでいる女の子の曲なんですけど、もうこれ完全にねドラマの伏線でしょっていう気がしますよね、今聞くと。2人でねこう歌ってるの超可愛いので、もしまだ見ていない方がいたら、ぜひそのブラックピンクのカバーを聞いてみてください。はい、反抗期前のクワとディアオが歌っております。はい、でまあなんだかんだあってね、その、ステージで歌い終わってからまた泥酔してしまったクワなんですが、いやマジでね酒癖悪いなこいつって思ったんですけど、そのなぜかというかもう当然のようにその様子をですね客席でずっと見ていた男がいます。はい、もちろんヒアリアン、変な T シャツを着ているヒアリアン、全く変装していないのにその変な T シャツのおかげで本人だとバレないヒアリアンね彼がいるわけですよ、ちゃんと。部屋に雑コラ写真を飾っている重めのファンのクワに負けず劣らずのストーカーっぷり。なんでこの場所を知っているのでしょうか、彼は。だってね、昼間はクワが電話に出てくれなくて困っていたはずなのに、何かのパワーを使って、ここにいることを突き止めたんでしょうか。怖いですね。そしたらまあステージでね泣きながら失恋ソングを歌っている婚約者を発見してしまうわけですよ。いや本当ね大変ですねこの子たちは。でまあその歌を聞いてこうやきもきしてるんですけど、いつ話しかけるのかしらと思ったら、やっぱりねその婚約者が変な男に絡まれていたらちょっと黙っていられなくなるのでしょうか、秒で駆けつけていましたね。はい、いや本当ねリアンさんも大概ですよ、大概クワのこと好きじゃないですか。でそこからのもう今回の何ですか、もう見どころ、一番の見どころ、一連の行動がね本当スパダリ感がすごくて、もう幻覚なのではみたいな、これクワじゃなくても幻覚だと思うよなみたいな感じでしたよね。もう本当にかっこよかったリアンさん、もう壁ドンやばくないですか。もうめっちゃベタだけど、めっちゃベタな壁ドンしてきたけど、こんなに様になる人なかなかいないですよね。しかもその相手は泥酔して前後不覚、自分のことももう分かっていない偽物だと思っているようなクワですよ。そのクワに対する時のそのなんか表情とかね態度とかね、なんか前回のこの冷たい感じのリアンさんは一体どこに行ってしまったのか。もうなんかさ完全にクワに対するさ愛が溢れてるじゃないですか、あの表情に。もう一体何なの、なんでそんな感じなのにそのシラフの時には愛してないとか言ってしまうのか。
ツンデレなの？スパダリなの？一体どっちなのか。本当にさ、その、はっきりしてほしいですよね。うん。相手に愛してるってバレたら、なんか死んじゃう病気とかにかかってるのかもしれない。うん。それくらいさ、なんかこう、素直じゃないですよね、彼は。うん。もう本当早く認めてほしい。でも、その、酔っ払ってリアンさんに甘えているクアが、まあ最高に可愛いので、これはこれでね、彼も一生酔っ払っていたらいいと思うんですよ。うん。とも言っていられないので、ね、まあこんなにリアンのことが好きなのに冷たくされていて、ほんとかわいそう。うん。やはりリアンさんはすごく罪な男だと思います。一体何が彼をそうさせているのか。なんかそこのところを早く知りたいですよね。うん。で、結局さ、その、酔って甘えてくるクアーに負けて、車の中ではキスしてしまったわけですよ。もうね、ついやってしまったって感じですよね。ほんとこれ、多分、クアーは覚えてないやつだから、もういい加減にしてっていう感じ。うん。一生ダサい T シャツしか着れない呪いにかかればいいのに。いや、もうそんな感じでね、はい、今回も、その、クアー、もうリアンさんも本当になんかこう素敵でした。こうやきもきするけど。早く二人とも素直になって、こう仲良くイチャイチャしているところが見たいです。だってその方が世界が平和になると思う。スパダリはスパダリらしく、可愛い子は可愛い子らしく、仲良くしていただきたい。そんな感じで、謎に終わりますが、今回も最後までレビューにお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。